望む未来を手に入れるいい女になるための番組「沼から出れない女たち」生放送でお届けしておりますメインパーソナリティのテルミンです。「沼から出れない女たち」は、隔週で離婚弁護士をゲストパーソナリティとしてご招待。離婚に関する法律や実例をお話ししていただくコーナーと、行動心理学、USP プロファイリング、 プロファイラーのおス人さんによってゲストを丸裸にしていくコーナーの2本立て。追スから先生方に質問があればどんどん聞いちゃってください。この番組はリスタアライブ、七尾案いきなり団子、株式会社 AK インフィニティ、プライベートサロンワイズの4社の提供でお送りいたします。今から30分、皆様ぜひ最後までお付き合いください。それでは一旦 CM どうぞ。

なんとかなるからね。なんとかなりますね。誰か一人いるよね。<laughs> <laughs> そしてもうほぼ準レギュラーと化している。ーよろしくお願い <laughs> おしたり先生の「沼から出れる大人の死んだ相談室」「未来を作るプロファイリング」「プロファイラーおしたりの生年月日で何でも分かっちゃうコーナーです」<laughs> ちょっとさわかるこのドタバタ感 <laughs> 皆さんおはようございます私あの1分前に来ました入ったのね15分前だけどねそうそうそうちょっとねあのー トラブルがあってお腹痛いってなっていい、ね、<laughs> ギリギリまでトイレにいました急遽ゲ,ゲリラに襲われた感じね <laughs> イリアが来ましたよ <laughs> 皆さんすみませんあの何の準備もせず入ってきて脳死寸前ですけど今日も純レギュラーと化している純子さんに来ていただいてます <laughs> 純子さんおはようございますおはようございますおはようございます皆さんおはようございますおはようございますあくもさんもまた来てくれてる タカゴさん、傷のなすり付き合いでしてるって言ってました。<laughs> そうなんですよ、もう、お二人さんも先週、ね、寝てるし、びっくりしちゃって。本当ね1時間間違えてたからね。<laughs> <laughs> 長谷川さん、あ、私の髪のニュアンス変えるね。変わってる今日多分ね、ドタバタすぎて <laughs> か。かわいい。<laughs> おはようございます。エマさんは、ね、い,つもいつも一番先にしてくれるのありがとう。<laughs> 本当にね、エマさんはどこにでもいてくれるから嬉しいね。うん、嬉しいね。うん、ジュんこさんはねもはやレギュラーだよってじゅあのエマさんも言ってる。<laughs> 純レギュラーどころか。<laughs> だっておしーシさんとほぼ同じ回数出てる <laughs> <laughs> そうだね。いや、嬉しい。<laughs> ありがとう。そう、ちょっと、じゃ、お二人から先に、<laughs> うん、先に告知をお願いしようかな。私。ツイッターいじってるから。はい。いツイッターいじってるから。<laughs> <laughs> 忙しい。<laughs> 先生、お願いします。はい、えー、っと、私たち二人で十一月の二十三日に。ええー、助産師とプロファイラーから見る。いわゆる育児論みたいな感じのことを。セミナーでやります。私の生鑑定と。 吉川さんのいわゆる命の話の2本立てでお送りいたします。まあ、子育てで悩んでいる方、えー、なんか日々モヤモヤしている方、そういった方、一度聞きに来ていただけるといいかなと。出産経験のある女性はね、ハンカチ必須で来ていただければ涙、涙のお話になるかなと思いますので、11月23日オンラインでやります。ので、えー、申し込みは QR コードの方からできるんですけど、えー、私の じゃなかった吉川さんの Facebook、はい、もしくはインスタなどから探していただければ QR コード見つかると思いますので、はい、探してください。吉川さんアカウントは吉川純子でそうですね、あの <laughs> 本名であ,のありますのでどちらもね Facebook もインスタもそれであの載っていますのでぜひぜひお待ちしております。お待ちしてます。というような感じでイベントやります。したり先生の あの行動心理学の先生が <laughs> あの、プロでいらっしゃるので、えー、個別のですね鑑定もあの特別、本当、個別なので、皆さんには聞こえないように、マンツーマンであのできるあのところも準備しております。で3名様ですね、3名様、あのね、先着3名様なので、ぜひぜひご希望の方はあのお越しください。私もね、鑑定していただきましたもんね、先生ねそうですね。 いやもうそれで本当びっくりしちゃって私子供とのこととかまあ自分のこともそうですけどあのいやそういえばそうだなっていうこととあの新たな自分に気づけたっていうのがすごく大きくてで娘も7歳で7年だけしかね生きてないですけれども今後のその未来とかあどんなふうに自分が子育てしていったらいいのかそのポイントですよね。そこら辺を、うん あの育児書とかそういう問題じゃなくてですねあの、この子にとってどういうことがっていうことを教えてもらえたので、あのそれを今も本当にもうすぐにあの行動意識としてあのしていますし、それをまああの周りの人とも共有しながら、あのこの子自身の人生を生きてほしいなって、あのより思えて、ちょっと楽しみになったんですよ、先生。あら、そういうことよ。 <laughs> <laughs> そういういことよいやすごいですね、本当に。やっぱその先生、その行動心理学であったり、統計学であったり、いろんなものからです、ねあの、その人自身を見るというあのことで、だからそのあの子供もそうですし、私自身も大人もです、ね、の自分の人生を生きるヒントにこうなりながら、だからそれをこう言ってもらえることで、 めちゃくちゃこうワクワクしたりだとかえ私夢かなでしょうよってこう思えたりだとかしてですねいやこんなに何て言うんだろうな背中を押してもらえるそして自分を認めてもらってるような感覚ですね先生に。あそれでよかったんやなって思える、あのー、鑑定をしていただいたので。 いやこれはぜひ皆さんにもね、その私だけじゃなくて、皆さんにもぜひ味わってもらいたいですし、この人と自分はどういう関係性でいるのか、だからどんなふうなことをちょっと注意したらいいのかとか、よりよい関係性になるにはとか、っていうことも教えていただけたので、ありがとうございます。<う>すごいティーアップ。<laughs> 熱烈ティーアップ。<laughs> めちゃくちゃいいですね。テルミン、でも思いませんテルミン、どうですか あのお一人さんになんか悩んでるとき聞,聞くと必ず答えが返ってくるというかすごい私だったらそうした方がいいよみたいなだあの一般論じゃないんですよね。あ、うん、普通こうだからこうした方がいいよじゃなくてテルミンでしょならこうでしょみたいな。いやすっで <laughs> テルミンはそれを聞いてですね、うん、どのように思われます、うんうん、めちゃくちゃ私それで会社辞めたことありますからね。<laughs> <laughs> それで結構俺バッシング受けたからね <laughs> え。え誰から周り人が来から。お前,お前のせいでせいはやめただろみたいな感じだ。俺のせいみたいな。本人の意思でしょっていう。そうだよそ。それはなんか、かたじけねえな。<laughs> <laughs> ごめんごめんそうだ。そんなこと言われてたと <laughs>。いや、別に何とも思ってないんだけど、えー。うん、本人の意思だからねそうそう。結局決めたのは私なので<え>、そうですよね。 普通はさ、や会社はやめ、なんか悩んでたら会社のことで、なんかこういうふうにしたらいいんじゃない、もっとなんか社長とコミュニケーション取ればとかさ、謎のアドバイスになるところ、うん、もう、やめろ、うん、みたいな、そもそも会ってないんだから <laughs> 初見、初見で行っ,ったんだよね。そうそうそう初見、悩んでないときから、なんでそ,そんな仕事してんのみたいな。 だや,りやりたいことやってないよねっていうところから入ってなんかすげえ無茶して勤めてるような気がするんだけど気のせい、うん、みたいなところから入ってでその後本当に鑑定したらそうだったっていうね、はい、<laughs> そうすえ,ー、え鑑定する前から先生どうやってわかるんですかそれって不思議まあたまたまビジネスの話を一体してする機会があって、うん、その時にいろいろとね掘り掘りお互い聞き合う まあ、ビジネスミーティングをやってた時に、はい、全然情熱を感じなかったんで <laughs> え何今の仕事全く何かこう伝わってこないんだけどなん <laughs> でこんな仕事やってんの的な感じのことを突っ込んでったら本当はやりたいこと違うんじゃないのっていうそういうことなんですよ。 情熱ですねでもそれはそしたらテルミンさんは、うん、テルミンは情熱がないとおしたり先生が初見の時にね、あのね初対面で分かったぐらいだから、うん、テルミンの中でも何か違和感みたいなのがあったんですかいや、めちゃくちゃありましたね。あった。でもほら、なんか、そう、人って働かないといけないって思っちゃうじゃないですか。ううんうん、うん、労働をしなければいけないみたいな。あと、会社は行かなければいけないみたいな。うん、うん それそれっていらないんだなみたいな思いましたね。いろんなね、なね方たちと出会ったのもあるし、ちゃんと鑑定してもらったのもあると思うし、まず、あの、私、労働向いてないらしいので、<laughs> 向いてないことやんなくてもいいじゃんみたいな。いい,い労働労働向いてない、おかしいけども。<laughs> 向いてない、向いてないよ。ちっ雇われが向いてないってこと。それで、そうそう、なんか、じゃあ何が向いてんのって言ったら、サブスクって言われたの。<ー>うわ、それだと思ったもん。<laughs> 確かにねそうそうそうすごいですねで即答でしょ多分押忍先生もそうしかもわかりやすいなんていうの返しじゃんまあそうだね現代風に言ってくるじゃんサブスクとか言って今だったらこうだよねみたいなそう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 すごいいやそれって本当になんか本当数分の出来事じゃないですかきっとうん。 その話って、でもそれで、うん、そのテルミの人生が、うん、まああのか変わっていくチャンスですよね、そこでね,ねでそこでなおかつテルミの行動があり、ね、今ですもんね,う,ねうん、そこでそうやっぱり行動できない人はずっとあっあの服に落とせない時もやっぱいるよね、オスタさんそういう方もね分かっててもできないっていう人はいるし、うん、ただ分かっててもできないっていうそのストッパーをかけてしまう星を持っちゃってるから どうにもならないみたいだね。うん、<laughs> そういう時は、だから後ろから蹴飛ばす人を探せっていう。そうそう、そういう出会う人でまた星の組み合わせでね。そうそう、わ変わるんで。どうせ自分でできないんだから蹴飛ばしてもらう人を探しないよっていう <laughs>、うん。そう、自分だけ見てもらってももちろん有意義なんだけど、そのパートナーとか一緒にビジネスしてる人のこともまとめてお二人さんは同じ時間の中で見てくれるので、その人といるとこんなことができるよとか。<laughs> <laughs> 逆にその人がいるとこんなとこストップしちゃうよとかそういうのもすっごいためになりますよね。うん、それとまあ順子さんと組む理由の一つが体内記憶にあるので、うん、体内記憶も数字で出るっていうのをまあ経験上発見したので何それ <laughs> 私見てもらったことないんだけど <laughs> まあその話をちょうどしてたからね。でじゃあ純子さんとは組めるんじゃないみたいな。 話で、で今回のセミナーになったんでー体内記憶は私要はまあこの子供が親のもとに生まれてくる理由にあったとか、うんえー、兄弟同士がもう一回出会う運命にあったとかっていうような感じのことを体内記憶持ってる子ってね空からなんかお母さん見下ろしてそこにダイブする感じで入っていくみたいな記憶持ってたりとかっていう子が実際にいたりするんで,でそれはあの実は実際数字で出るよっていう。 そう出 <laughs> 出ししてよってよよ私の娘さんの記憶がねすごくあってですね3歳以下ぐらいの時からうん、うん、今7歳なんですけど今続けているんですよ新たなことをですねうん、うん、でそれがそんな私の娘もね先生に見てもらってうん、うん、でそこからでも見てもらって まあ言うでしょうねみたいな感じで先生言ってくれましたもんね娘は。うんうん。えー、うん、今今ちょうど見切れたのわかりましたうちの愛する娘が。あ <laughs>、出た。トイレに向かっそう。<laughs> ちょっとと思ったんだけど <laughs> そうだ。そうなの。<laughs> 見逃した。見逃した。<laughs> 気づいて,ているから。いやーすごい。いやーすごいですね。 そういうのがまあ見えるよっていうのでまあ,じゃあ一旦お話からやりましょうかっていうので<ー>今回の企画が決まった感じそうだからねほんともし11月23日祝日だけど午前中空いてるよって人はこれ出た方がいいねいやちょっとね,ね私ね今を全然もちょっと思ったんですけど私ねインスタグラムとフェイスブックとあの SNS でさせてもらってるんですけどね、うん、あのー、こんなことをね投稿させてもらったんですけどちょっと文章全部変えます 急な告知をいいそういったことや、あのーね、ちょっと文章を変えますわ。で、うん、あの皆さんにそのお届けしたい内容とか思いっていうことがちょっと勘違いしてた部分もあったからちょっと文章を変えますのでぜひ、あのー、変えた後皆さんあ f フェイスブックにも載せるの じゃ、はい、あ私が純子さんのフェイスブックをればいいんだね、はい、あそうですねあのぜひあのあのちょっと編集するんでいやーで<も>マジでその悩んでおられる方多いですよね。そのお子さんとの関係性であったり、まあ、お子さんを出産したことによりそのまあうん、お母さんが自分の人生をもう一度ね 夢であったりだとかやりたいことであったりだとかそこら辺であの悩まれたりだとか、まあ、パートナーシップのこともあるだろうしいろんなあのお悩み、えー、考えること本当はこうしたいのにできないんだよなって思うまあ悶々とした、ね、お気持ちを抱きながら生活しておられる方々、うん、おられると思うんででもこれでいやもしかしてあなたはあのそうやってちゃんと問題点分かっててこうしたいっていうの分かってるんだけどなかなか動く。 くこととが難しかかったりだとかするもう星のもとに生まれてきたってことが分かったらあ、うん、そうなんやじゃあそしたら何かもう,もうやっちゃうって言ってくれる人がそばにいたらもうやっちゃうかみたいなふうになっちゃったりだとかしてまさしくヒントですよね先生ねてるみんね超特大ヒントですようそういう意味ではね自分がそういうふうに生まれてるって分かればあとは決めるの自分だけだからね、はい、そうですよね 代弁してあげてるだけなんで。んうんうん、そうですねいや。代弁ですよね。うん、代わりに言ってくれてる。うん、代わりにじ皆さんの本音の本音を言ってくれているとか、代わりにお子様の思ってることをな言ってくれるとかうん、うん、っていうことですよね。でも人間って本当に思ってることって自分で気づかなかったりだとか。そそそうそうそう思いません自分のことね、よく分かんないからね、そもそも。 だから教えてもらう感じ、自分のことなのにおしたりさんの方が知ってる感じ。あーそうね。勉強してましたね <laughs> 皆さん。勉強。分かんないから、ね、おしたり先生に教えてもらうっていう。自分のことでもやっぱりでもあのー、どんなに優秀な経営者とかでもさ、伴走者って絶対に必要じゃないって思うんですよ。うん、一人で絶対成功なんてできないなって。 思って、だからおしたりさんみたいな人に日々アドバイスをもらいながらおしたりさんだっってきっと誰かに相談したり自分のこと見てもらったりすると思うのね、うん、だからそういう伴奏者としてめちゃめちゃ適任だなと思いますね。コンサル<え>コンサル。<laughs> まあコンサルだからね。実際はね。うん、だから、裏なってないよっていう。プロファイリングだよっていうの、はそういう意味を使ってるけど。うん、すごいすごいよね。 奥深くないですか、ね、<れ>自分で言うのもなんだけどすごいね。<laughs> <laughs> 自分で自分すげえって思うから。<laughs> 確かにね。すごいすね俺って。俺ってすげえって思っちゃうけど。そのね、体内記憶を持っているお子さんが、まあ、私も持ってたりするんですけど、<何>記憶があるということはい生まれる前から。 えー、このように生きたいとか、えー、なんでここの心を選んだのかとかっていうことを意思がありながら生まれてきて、うん、で生まれてきた時に、うん、さてその人は、えーうん、本当はどんな、えー、ものをあの自分の生きる理由としてね 持っっててるのかっていうこの備わった特質とかですね、うん、特性とかこの人間が持ってるものを、うん、そこを知ることができたらですね、うん、最強の人生歩んじゃいませんかこれ歩んじゃいますね楽になるあ楽になるいや本来の皆さんの自分自身の姿本来の思いを知ることによって うね、こうなんかめちゃくちゃそれをふたしめてたものがはがれ落ちて本来の姿に気づくことほど楽になる人生はないですよね。うん、その通りでございます、ね。育児だけに限らずですよね、これはほんまに。全般通して。ね 育児はまあその一つとしてね、お子様がいられるおられる方はそうですけど、別にお子様がおられなくても、うん、お子様もいたとしても、うん、育児はもうただあのたった一つのねあの手段っていうことで、もう本当に自分の人生の方が一番ですよね、マジで。うん、んそうですね。だから今回はね、あのね純子さんが赤ちゃん目線から見たお母さんがどう見えるかっていう、はい、あと、う私の方は子供から見たお母さんがどう見えるかみたいな部分も、多分言及できるんで。 そういう意味では私はこうなんですっていうふうに思ってたとしても子供がそうは思ってない場合があるよっていうそこねそのズレ大事だよねうんそのズレを子供に代わって代弁してあげるっていうこともできるのでこれズレズレを感じることありますかあのテルミ先生もめっちゃありますよめっちゃあるあるあ,るあのこもちろん子育てもそうだけどほらだからこうした方がいいみたいな思い込みがあるじゃないですかはいうん、うん 子供はこうしたた方がいいみたいみなでもそれが全く意味ないってことだよね、おしたりさんあ。そうそうそうその子には合ってないよ、その方法はみたいな。押し付けちゃってると子供がどんどん疲弊していっちゃうから、<え>かわいそうだよって,なってからでもそう。でね、そうやって導いてあげた方がいいような子もい,いるじゃないですか、やっぱり。うん、お母さんの助言ね必要だよとかさ。うんいいですね そこはお互いね、ああウィンウィンの関係をしないとね。もったいないねうん、うん。お子さんもね、あの親御さんもですよね。やっぱりお子さんって本当にあのお母さんがやっぱり好きな人が多いじゃないですか。うん,うん、うん、なんかね、何かあってもやっぱりやっぱりお母さん、うん、いろんなことがあったとしても、うん、っていうところがやっぱりあるので、そのお母さんとあのお子さんの関係っていうのは、そのお子さんの人生を本当ちょっと左右するぐらいのね、うん あの大きなあの関係性かなって思うし、うん、逆にお母さんからしてもあのお子さんとの関係性があのこの方のねお母さんの人生をもう,こう左右しちゃう、うんうん、なんかいろんなことを気づかせてくれたりだとかあのー、ねするのかなって思うとですねやっぱそこ結構要になってくるのかなって、うん、めっちゃ思いますよねもう3分前らしい早,<っ>早くない。<laughs> あいや、そんな話だしてた <laughs> っけ足,足りないので、まあじゃあこの先は23日に。そうかねそうですね、ここまで、うん、ここまでです。<や>延々としゃべりましょう。なんか、知っといて損はないなっていうことばっかりだし、うん、むしろ知ったら全くその何その会が終わった後から違う生き方できるんじゃないみたいな。できる 日になると思います。みんなにとって、うん、皆さん詳しくは会場でとか、で詳しくはもう一一人さんで、あのジュさんのフェイスブック貼ってあるからねそこで情報を得ていただいて、ありがとうございます。あ、そこがテレビ早い素晴らしい。うん。あのブッシュは帰るんでね、早いね。ブさシめちゃくちゃ買いますね。ブあのままたアップするそうなんで。

あの出産ってお母さん目線が多くないですか妊娠中とかに。まさに見えないし分かんないし、うん、っていうところがあるんですけど実は本当にね赤ちゃん目線から考えるとしかも助産師の目線で赤ちゃん目線から見ると、うん、もう新たなものが見えてきまくりなんですよ、うん、これ。うん、これ知ったらお母さんマジで子供のことハグしちゃうよ。ああなるほど。<laughs> そうだよね。あの狭い道を自ら かき分けて出てくるわけですからね。そうですず未知の世界を一人で行くんですよ。すごくないですか <laughs> もうこれはすごい。と物語が聞けますねきっ二十三日は。私も初めてにじゅんこさんの話聞くから、すっごい楽しみ。楽しみしてて、うん。って言ってる間に、おそらくあと30分ぐらいで終わります 1> 1、ね。そうだね、もうないで、ね。し <laughs> めちゃってください。じゅんこさん、今日もありがとうございました。あり,ありがとうございました。ありがとうございました。 はい番組を盛り上げてくれてありがとうございま、あの皆さんもありがとうございました。<laughs> ちょっと今日バッタバタでスタートしましたけれども、<laughs> 来週はリン離婚弁護士のコーナーですので、ぜひまたお楽しみください。じゅんこさん、多分ね、また来ると思います。<laughs> <laughs> <laughs> はいその時もねあの反省会とかも一緒にしながら、あはい、また楽しんでいけたらと思いますので、はい、皆さんもぜひお楽しみに。はい、それではまた来週10時からよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さようなら。